レイちゃん、あの子はレイちゃんの一部かな。人にはいろんな一面がある。見たくない、認めたくない部分は誰にでもあるんだよ。私たちでよければ話してほしいな。レイちゃんが抱えてるもの、私たちじゃ分かち合えないかな。私知らない、あんなの私じゃない。レイさん。それは？メッセージカード。安らかに眠って。なんかそれって、人にはいろんな一面があるか。確かにそうなんだろう。だからといって認めるのはできるわけがないんだ。レイ、私は全てを思い出した。私は時を支配する者、クロノス。君を迎えに来ていたんだな。わからない、私何にも知らない。君はずっと迷宮に怯えていた。彼らが来るまで絶対に近づこうともしなかった。君が触れたくなかったのは迷宮の奥に隠した真実だったんだ。けれど彼らとは一緒にいたかった。一緒にいるために君にとっては恐ろしい迷宮にも入った。なぜなら彼らと同じようになりたかったから。同じところに帰りたかったからだ。でも違うんだ、君と彼らとは違うんだよ。違わない、違わない。あの時の私は間違っていた。君は私と行かなければいけないんだ。君の記憶を解くよ。すまない、レイ。私何して。時は来たんだ。私と行こう、レイ。いや、ねえ、行くとか行かないとかどういう意味？レイちゃん嫌がってるよ。レイは、レイはここにいてはいけない。いや、どこにもいられない。レイは死んでいるから。やめて。レイ、レイさん。レイ、さっきレイちゃんのこと、死んでるってどういうこと？ここは狭間の地、無意識の海へとつながる場所だ。レイは死んで体をなくし、心も消えゆくほんのひとときの間、この世界に迷い込んだ。だから私が来た、レイに時の終わりを告げるために。嘘だよ。
君の記憶は戻ったはずだ。怖くない、私が一緒だ。怖いのは死ぬことじゃない、何もなかったことが怖いの。生まれてきてなかったまま死ぬことが怖いの。私はどうして生まれたの。苦しみばかり、人を羨んでばかりで、学校に行くことさえ叶わなかった。そこに意味があるならいいよ、意味があったなら耐えられるよ。でも意味がないなら認められない。死ぬなんて、終わりだなんて。まだ何もしてない、何も見つけてない。わからないよね、まだ生きてるあんたたちには。シャドウ、レイちゃん、こんなものが出るなんて。あれってまさかレイちゃんのシャドウ。いや違う、考えられるのはこの学校に住んでいるシャドウたちが暴走してるとしか。レイを連れて行かせまいとして。レイちゃんは、やつらはここを手放したくないんだ。レイが私とここを去ればこの世界は消えてしまうから、レイを。だがこの力がただのシャドウ。この世界が消えるって、ここはレイちゃんの作った学校だから。前に言ってたよね、この学校を作ったのはレイちゃんだって。いや、私が作ったんだ。あの時私は半分しか思い出していなかった。本当は霊の記憶をもとに私が力を使ったんだ。レイさんの記憶。ゼンさん、すべて話してもらえませんか。あなたとレイさんのことを、それからどうしたらレイさんを救えるのかを。私の真の名はクロノス、いわゆる死神の一人だ。私は命が終わった少女レイを迎えに来た。命が帰るべきところに連れて行くために。私の名はクロノス、死神と理解するがいい。死神？
生命時間は終わった。したがって私と来なければならない。この決定はいかなる理由においても覆らない。以上だ。私死んだの？そうだ、時は来たのだ。誰一人として逃れることはできない。何か言わぬのか。ほぼ全ての人間は不服だと主張する。そうでない人間には歓迎されるが、なぜ